祭オープニングイベントにご来場くださいまして誠にありがとうございます。私は本日の司会を務めさせていただきますシネマアナリスト DJ の八雲文音と申します。お付き合いのほどどうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。でも会場はオードリー一色でおそらく皆さんもとても楽しい素敵な時間を過ごしてくださっているのではないかなと思います。銀幕の妖精オードリー・ヘプバーンの生誕90年を記念した BS10 スターチャンネルプレゼンツオードリー・ヘプバーン映画祭、本日よりいよいよ開幕となります。ここでオープニングイベントに先立ちましてお客様にお願いがございます。本日たくさんの方にお集まりいただいておりますが、一般のお客様によります写真撮影や録音録画の方はご遠慮いただいておりますのでご協力のほどどうぞよろしくお願いいたします。そして、プレスのカメラマンの皆様にお願いなんですけれども、フラッシュをたいての撮影はご挨拶までとなっておりますのでこちらの方もご協力どうぞよろしくお願いいたします。さてこの映画祭は二子玉川を舞台にして109シネマズ二子玉川でのオードリーの代表作や人気作そして劇場初上映となる作品の上映に加えましてイツコムスタジオ&ホール二子玉川ライズではオードリーにゆかりのあるゲストをお呼びしてのトークイベントやミニコンサート、またオードリー出演作のパネル展やスターチャンネルで放送されている特別番組の上映なども合わせて開催しております。さらに二子玉川エクセルホテル東急ではこの映画祭を記念したコラボメニューも展開しています。まさにオードリーの魅力をこのアニバーサリーイヤーに改めて発見してもらえるそんなスペシャルな映画祭となっております。本日から16日日曜日までの開催となっておりますのでこのさまざまな機会を通してオードリー・ヘプバーンの魅力を知りその魔法にかかってみてはいかがでしょうか。さあそれではこの映画祭の開催を記念しまして素敵なゲストをお呼びしてのオープニングイベントを始めてまいりましょう。本日はこの映画祭にふさわしいゲストをお呼びしております。ご紹介しましょう。モデル女優として大活躍でいらっしゃいます映画祭フェスティバルミューズトリンドル玲奈さんです。どうぞ大きな拍手でお迎えください。どうぞ大きな拍手をお願いいたします。ぜひ本日お集まりくださいました皆様にご挨拶と、はい、そしてフェスティバルミューズを務められる今のお気持ちお聞かせください。はい、皆さんこんにちは、トリンドル玲奈です。今日はこの、素敵なフェスティバルが始まる日ということで私もすごく楽しみにしていました。よろしくお願いいたします。どうぞよろしくお願いいたします。それでは早速いろんなお話を伺ってまいりたいと思いますがまずはやはりトリンドルさんの今日のお衣装ですよね。はい、はい、ブルーでとっても素敵な初夏らしい装いですけれども、はい、そうですね、今回はオードリーヘップバーン映画祭ということでちょっとオードリーを意識したお衣装ということでしたので、はい、何でしょう、ちょっとこうクラシックな感じといいますか、ここの音がちょっと詰まっていたりですとかちょっとこのレースの感じとかなんかちょっとクラシカルな感じをイメージしました。ウエストがキュッてなってたりとか、はい、とってもお似合いです。ありがとうございます。素敵ですよね本当に。でもトリンドルさんご自身は、はい、オードリー・ヘプバーンをお好きになったきっかけはどういったところだったんですか。そうですね、中学校の時にオーストリアに父がオーストリアの人で、はい、オーストリアに住んでいたんですけれどその時に小学校だったかな高学年だったか、向こうのおばあちゃんに、オードリー・ヘプバーン の, DVD ボックスをもらったんですね。ですごい本当に素敵な綺麗な女優さんだから見てって言われてそれで見たのがきっ
っかけといいますか、そこからこう写真集もくれたりとか、その時に初めて見て、こんなに美しい人がいるんだっていうので、ハマったといいますか、あの映画をたくさん見たりですとか、なんか画像検索いっぱいしてみたりとか待ち受けにしたりとかっていうことで、はい、ずっと大好きです。ということは、はい、おばあさまもオードリー・ヘプバーンのファンでいらっしゃったんでしょうかね。はい、そうだと思います。おばあちゃんもその同じ DVD ボックスを持っていて今でもあのお家にあるんですけど、はい、よくおじいちゃんとおばあちゃんとこうみんなで映画をお家で見てたんですけど、はい、よく見てました。そうですか。じゃあおじいちゃんもおばあちゃまとトリンドルさんをつなぐ存在でもあり、はい、そうですね、そうですね。あとすごい嬉しかったのが、20歳の誕生日の時に父がくれたバースデーカードがオードリー・ヘプバーンのカードだったんですよ。なんかそれまで父からそのオードリーについてそんなにこう話したりとか、あのすごい好きだっていうのをすごい言ってたわけではないんですけど、なんかくれたのがすごい嬉しかったです。そうなんですね。そんなオードリー・ヘプバーンの魅力というと、トリンドルさんはどんなところにお感じになりますか。はい、でもまずその美しさと可愛さと、もうあんなこう顔のバランスの人がいるんだっていうぐらい、顔は小さいし目は大きいしっていうのと、あと何ですかね、なんかこう上品な感じとか、なんかこう特に海外の女優さんとかどちらかというとこう何ですかね、もっと何だろう、肌をすごい出してとか、こうグラマラスなイメージがすごいあったんですけど、なんかそういうところがちょっと控えめと言いますか、でなんかすごい優しそうで、なんかこう愛にあふれてる感じと言いますか、はい、もう全てが好きです存在そのものが、はい、そうなんですね。そんな中で、まあ、オードリー・ヘプバーンの作品というか本当にたくさんありますけれども、はい、ご覧になってらっしゃる中で、はい、特にお気に入りというとどれでしょう。全部いいですよね。ティファニーで朝食を、はい、かわいいなって思ったりとか、なんかなんだろう、あとブルーシのサブリナとかもかわいいなって思うし、なんかオードリーの出てる映画はこう衣装も全部かわいかったりとか、髪型とか今真似してもかわいいような感じがすごくするので、なんか見ていてストーリーも楽しいし、なんか彼女のそういう美しさだったり可愛さだったり、なんかファッションも楽しめるっていう意味で、はい、よく見ます。ファッションだったりメイクだったり、はい、あのお手本といいますか、ちょっと真似してみたりっていうことはあります？はい、そうですね、真似しますね。私 LINE を結構太く書くのが好きなんですけど、それは多分オードリー・ヘプバーンの影響だと思います少しでも近づこう。結構目元がね、きりはっきりしているのが特徴ですものね。はい、じゃあああいうつぶらな瞳に憧れる。そうですでも十分可愛くていらっしゃる。でもちょやっぱりこうお好きでいらして、そうやって影響を受ける部分もあるからか、雰囲気やっぱちょっと似てらっしゃる部分ありますよねいやいや、もう大好きなので、はい、ちょっとでも取り入れようとって、はい、無意識に思ってると思います。なるほど、そうなんですね。いや、もういつの時代もやっぱり女性の憧れなんでしょうかね、そういった意味でもね。そうですね、はい、さてですね、今回のこの映画祭に先立ちまして、実はあのトリンドルさん、オードリーとゆかりが深いローマへ行かれたということで。そうなんです、ローマに行ってきまして、はい、あのその住んでいたところとか、うん、行っていた公園とか、はい、あのお気に入りの場所だったりとかに行ってきました。へえ、じゃあもうオードリーの人生に触れるような。そうですね、うん、そうなんで、あと息子さんに会ったりとか、はい、すごく何だろう、今までオードリー・ヘプバーンがもう本当に何ですかね、画面の向こうの存在といいますか、でも本当に生きてたんだね本当に存在
ライフさんだなっていうのをすごい感じることができて、すごく感動しました。なるほど。確かに我々こうね、映画もよく拝見してますし、こうやってね、ポートレートで彼女の姿を常にこう見ている感じがするけれども、そうですね、確かにまさにスクリーンの、そうなんですね、中の妖精ですものね。本当にそうですか。じゃあローマに足を運ぶことによって、はい、また身近に感じることできましたか？そうですね、身近に、そうですね、身近と言いますか、本当にこんなすごい人がいたんだっていうのと、あとその周りの人から聞いた、本当にこうプロ意識がすごかったとか、でも普段はすごく普通の人だったとかっていうお話だったりとかを聞けて、もう人生でそんなことないじゃないですか。そんな話聞いたりとか、近くに行ったりとか、だからすごく貴重な経験をさせていただきました。これからモデルさんとして女優さんとしてますますご活躍かと思いますけれども、はい、影響を受けられました？そうですね、影響すごい受けましたねいろんなこう自分の何ですかね、写真だったりとかを、あのプロフィール LINE の写真とかプロフィール写真とか、そういうのを全部その時ローマで撮ったいろいろな写真に全部変えましたそれぐらい、はい、人生においてじゃあ大きなエポックになったかもしれません。そうですね、はい、ありがとうございます。あのこの模様につきましてはスターチャンネルにて6月23日日曜日午前11時30分他で放送されます特別番組オードリー・イン・ローマ、トリンドル・ゼイナがたどるオードリーの足跡でご覧いただくことができます。もうまさにローマの街の中に、ね、トリンドルさんが溶け込んでらっしゃって、一瞬こうオードリー自身と重なるような感じが私もですね番組を拝見した時にしました。オードリーの好きな方でしたらきっと楽しめるかと思いますので、ぜひ皆さんご期待ください。さあそれではですね、これからいよいよ映画祭が始まります。さまざまな催しがありますけれども、これから映画祭に足を運んでくださる皆様にぜひトリンドルさんから最後にメッセージをお願いします。はい、皆さんきっとオードリーの作品は見られたことがある方が多いと思うんですけれど、今回この機会にまた大きなスクリーンで、オードリー・ヘプバーンの映画を見て、何ですかね、癒されて、いい気持ちになっていただけたらと思います。今日はありがとうございました。どうもありがとうございます。素敵なお話をありがとうございました。それではここからは、マスコミの方によりますフォトセッションに移らせていただきたいと思います。では、ステージ上少し準備の方がございますので、マスコミの皆様カメラの方ご準備の上お待ちください。今日はいいお天気になって本当ですね、良かったですよ、良かったですよね。こちらの、ね、会場の方も扉を開けて開放的な雰囲気でお届けしておりますけれども、女性の方のね、トリンドルさんをご覧になる表情もね、ああかわいいといった感じで、まさにね、妖精が立っているような雰囲気ですよね。パンフレットがすごいかわいいですよね。そうですよね、うん、皆さんにお配りしております。あのリーフレット等もとっても素敵なものが多いですので、ぜひ皆さんじっくりとご覧いただければと思います。はい、それではパネルの方をご用意させていただきましたので、マイクの代わりにお持ちいただきまして、はい、大丈夫ですか？はい、それではまずはスチールセンターから参りましょう。少し前に倒していただいた方がありがたいですね。はい、ではまずはオフィシャルのカメラマンさんから参ります。はい、それではそのまま、はい、向かって右手ですね、右にと視線の方を投げかけていただければと。本日パネルを持ってのバージョンとないバージョンと2ポーズご用意させていただいております。順にご案内をさせていただきます。
ろお願いします。はい、右端の方までお願いします。大丈夫ですか。はい、それでは今度は向かって左端からセンターに戻してまいりましょう。左端に集まっているカメラをご覧ください。目線の欲しい方どうぞ手を挙げて合図なさってください。大丈夫ですか。はい、では少し中ほどの方にお願いします。すごい連射でしたね。大丈夫ですか。はい、じゃあ左手の女性の方先にお願いします。はい、2列目の方大丈夫ですか。取れてますか。よろしいですか。ありがとうございます。ではムービーの方に向かって、ちょっとやりづらいかもしれないんですけど、片手に持って、片手で少し手を振ってお願いします。いかがでしょう。大丈夫ですか。よろしいですかね。 OK ですか。はい、じゃあせっかく今日素敵なお衣装でお越しくださっていますので、パデルを持たないバージョンも、はい、ぜひ皆様押さえていただければと思います。じゃあ同じくスチールセンターから参りましょう。どんなポーズがいいんでしょうかね。踊りっぽい感じ。難しい注文かな。どうでしょう。やっぱり自然体の美しさってオードリー・ヘプバーンならではといった感じですかね。ねえ、うん、はい、ありがとうございます。では同じく向かって右に右にと姿勢の方を投げかけていただければと思います。はい、さらにお願いします。笑顔でお願いします。はい、ありがとうございます。はい、向かって右手の方、右端までお願いいたします。笑顔ください。はい、ありがとうございます。お願いします。はい、右端のカメラマン。ありがとうございます。では向かって左端からセンターに戻してまいりましょう。手を顎のあたりに。大丈夫ですか。はい、では中ほどの方。大丈夫ですか。はい、じゃあ最後オフィシャルさんで。ありがとうございます。そして最後ムービーの方に少し手を振ったりなどいただけますでしょうか。いかがでしょう。大丈夫ですかね。
はい、ありがとうございます。これでフォトセッションのお時間終了とさせていただきます。そしてここでトリンドルさんとはお別れとなります。どうもありがとうございました。映画祭フェスティバルミューズのトリンドルレイナさんでした。どうぞ大きな拍手でお聴きくださいませ。お付き合いいただきましてどうもありがとうございました。 BS10 スターチャンネルプレゼンツオードリー・ヘプバーン映画祭は本日より3日間、6月16日日曜日まで開催いたします。109シネマズでの映画の上映の他にも、こちらのホールではパネル展と、そしてゲストをお迎えしましたイベントを連日開催してまいります。また皆様から向かって左手の方にはですね、こちらは化粧品では日本初となりますオードリー・ヘプバーン公式ライセンスの化粧品、トリンドル・レイナさんもお使いいただいているということで、ぜひこちらの方をご覧いただければと思います。またオードリー・ヘプバーングッズ、ポストカード、クリアファイル、締めくりカレンダーなども販売しておりますので、ぜひこの機会にお立ち寄りくださいませ。そして二子玉川エクセルホテル東急では映画祭開催記念のコラボメニューとしまして、オードリーにまつわるお料理を6月30日日曜日まで展開中です。ぜひ皆様この機会にオードリーの魅力を再発見していただければと思います。また映画エンターテインメントサービス BS10 スターチャンネルでは、毎週土曜日夜9時から生誕90年特別企画うるわしのオードリーを放送中です。トリンドル・レイナさんがナビゲーターを務める特別番組も6月23日日曜日午前11時30分ほか放送となります。さらに放送の最終月となります7月にはグランドフィナーレオードリーを永遠にと題しまして、代表作から貴重な未公開作品まで19作品を放送しますので、ぜひこちらの方もお楽しみくださいませ。それではこの後も BS10 スターチャンネルプレゼンツオードリー・ヘプバーン映画祭、どうぞお楽しみください。ご案内はヤコボ・フミレでした。どうもありがとうございました。